耳鼻科医になって6年目で、今年から大学院生として研究をしています。寺田先生は昨年結婚されまして、ご家庭を持たれたということで、ご家庭も大切にされながら仕事も頑張るという、そういった働く女性のロールモデルみたいなところで今頑張っていただいてます。耳鼻科を6年やってくる中で、いろんな手術をさせていただいて、いろんな患者さんと接してきたんですけれども、その中でどうしても手術で治らない方だったりとか、あとは手術でによって後遺症が残ってしまう方だったりとかっていうのが必ずいらっしゃって、病気を治すだけじゃなくて人として生きる機能を残してあげたりとか、あとは取り戻してあげるような医療っていうのができないのかなと思って研究の道を選びました。今研究は、今までもう分かっていることをもう一度研究するのではなくて、今まで分かっていることを参考にしながら自分でどういった可能性があるかっていうのを模索しながら研究をの方針を立てていかなければいけないので、そういったことは臨床でやってきたことと全く違いますので、そういった意味でどういうふうに考え方を持っていった方がいいのかとか、どういうものを参考にしていったらいいのかっていうのは、今一緒に研究していただいている先生方にアドバイスをいただきながらやっております。今後は研究を通してですね、少しでも臨床の今まで治せなかった患者さんたちの病気を治せるような、未来につながるような医療の一端を担えたらいいなと思ってます。